皆さん、今緊急で動画を回しています。今日が2024年の11月の6日水曜日、今が15時32分なんですが、ビットコインが史上最高値をつい先ほど更新しました。今のビットコインの価格74,800ドル。今アメリカの大統領選の投開票が進んでいるんですが、トランプさんがハリスさんを大きくリードしているという報道が先行しています。この動向を受けて仮想通貨市場は急騰、ビットコインは 8% 上昇、そしてソラナは 12%、 スイは 15%、 そして同時コインは 23% の上昇となっています。なるべくタイムリーにお伝えしたいし、今ビットコインもねまた上がってきているので、ちょっと今の状況をね映していきたいと思います。はい、こちら今のビットコインの4時間足チャートですね。75,000ドルを突破しています。まだトランプさんが確定したわけではないんですが、それぐらいの盛り上がりを今見せているんですよね。ちなみに今の速報中ということで、これ NHK の、開票速報を映しているんですけれども、選挙人の過半数は270人、ここを突破できれば、確定するということになります。今トランプさんが246人獲得していて、ハリスさんは194人。これちょっとねいろんな媒体によって差はあるんですけれども、いずれにしてもトランプさんが優勢の状況となっているということですね。戦前の予想だと、これ来週ぐらいまで結果出ないんじゃないかとかって言われていたんですが、意外とこんなにスムーズに結果が出ていますよね。もちろん拮抗したところに関してはもう一回再集計するとかっていう要請がねできたりとかということで、まだまだね確定までは時間がかかるのかなと思ったりはするんですが、それでもやっぱりトランプさんの優勢、これは結構強そうですよね。この状況を受けて仮想通貨市場はこんな感じ、すごいことになりました。でこれ円建てなんですけど、円建てだったら特に上がってますね。というのもやっぱりトランプさん優勢という報道が出ていることによってですね、ドル円もめっちゃ上がってるんです。要は円安になってるんですよね。円建てチャートだと円安になれば上に上がっていく方向に力が働くわけですので、ビットコインなんかは 11% 上昇、今が1153万、イーサに関しては40万ということで 9% の上昇ですね。ソラナは 21% 上昇、アバランチも 18% ぐらい上昇していますかね。本当に仮想通貨バブルが始まったような、そんな雰囲気を感じる今の状況となっています。ただ大統領選まだね投開票始まったばかりなので、まだ何があるか分かりません。予期せぬことが起こるかもしれませんので、気は引き締めておかないといけないかなというふうに思っています。でこれだけ盛り上がっているのは、実は仮想通貨市場だけではなくて、世界の株式市場がリスクオンになっています。はい、こんな感じで今日の日経平均も 2.6% 上昇しましたし、アジア市場もかなり堅調でしたよね。おそらくこの調子だと欧州市場も今日はですね一気に上昇する可能性があるんじゃないかなと思っています。で今のところトランプさん優勢ということなんですが、議会議員選挙も同じく行われているわけですよね。アメリカの上院選の方なんですが、共和党が過半数議席を獲得したということで、民主党だったところから奪還したということが報道されました。こういった事実もやっぱりハリスさんちょっと劣勢だよねっていうところがもう明白にねこう意識され始めて、それが価格に織り込まれ始めているということなんじゃないかなと思っています。ということでちょっとね仮想通貨市場の動向を見ていきたいんですが、その前にちょっとグローベーズの朝分析ということで、冷静に指標はちゃんと見ておきましょうということで、昨日ですね、10月の ISM の非製造業景況指数が発表されました。これがなんと56だったんですよね。前月 54.9 でしたので、ここから上昇しました。非製造業の今後の見通し結構明るいよっていうことがアンケートの調査で分かったということですね。主に雇用が好調だったことで押し上げられたんじゃないかっていうことが言われています。これも昨日のアメリカの株式市場を上昇させた大きなですね要素になったんじゃないかなと思うんですよね。でその中で今投開票がね進んでいるわけなんですが、いよいよ今日から FOMC が開催されます。で結果発表に関しては明日の未明ですね、午前4時と4時半に結果発表とパウエルさんの発言があるということで、ここで 0.25% が採択される、もちろん可能性が高いわけですが、それによってさらにですね株式市場、仮想通貨市場も勢いづいていく可能性は十分に考えられるんじゃないかなと思っています。で FOMC が終わると、注目のイベントは来週まで、先延ばしになりますね。11月の13日水曜日に22時半から、10月の消費者物価指数 CPI が発表されます。ここにね、次の注目が移行していくのかなというふうに思っています。じゃあここから今のね仮想通貨市場の動向、ニュースを速報として見ていきたいと思います。アメリカの大統領選の影響でビットコインは高騰していまして、75,000ドル、約日本円でいうと1200万円に到達したということですね。めちゃくちゃ長かったですね。本当に3月に史上最高値をつけて、そこから8ヶ月経ってますので、本当に皆さんホールドした方はですね自分を褒めてあげていただければなというふうに思います。とは言ってもまだねアメリカの大統領選は決定はしていないので、ちょっとね浮かれすぎるっていうのは注意が必要なんですけれども、また今のところ順調に進んでいるよというところは意識しておいてもいいのかなと思います。今回上がった要因なんですが、やっぱりこれですよね。ビットコインの空売り、要はショートスクイーズで上がったというところが明確に出ています。75,000ドルの高値更新後に破綻したということで、1億8000万ドル相当のショートポジションが消失したということですね。で今回のこの上昇はどうもスポット市場の急騰だということを言ってるんですよね。これが意味深いということを言っていて、つまり仮想通貨市場現
物でガンガン買っていきたいという、まあ現物需要がですねかなり高まっていると。なのでデリバティブでガンガン入ればでトレードする人だけではなくて、まあ本当にちゃんとしたビットコインの需要で上がっているというところ、これは結構大きなポイントなんじゃないかっていうことが言われてるんですよね。一応これバイナンスの OI の状況を見ていくと、これショートの生産ものすごい量が出ています。まあここ最近では見たことのない量のリクイデーションが出ていますね。で一方で OI 自体はどれぐらい増えたかっていうと、まだまだねそこまで上昇してないんですよね。なので今まあショートがどんどん焼かれてポジションがカットされたということ、まあそれに加えてイナゴ的にロングに入っている方もたくさんいるので、まあ、若干増えているということだと思うんですが、まだまだこう上昇していく余地、まあ増加する余地っていうのはあるんじゃないかなと思います。で今回のこの上昇は2016年の時にめちゃくちゃ似ているよねっていうことが言われてるんですよね。まあいろいろねこんなデータが出ているんですが、僕も以前からずっとねこういうツイートをしていました。まあこれ海外のアナリストのですねデータを引用しているんですけれども、まあ、過去2016年それから2012年、そして2020年ですね、はい、ここで大統領選挙が迎えているわけなんですが、過去見ていくと大統領選前もしくは大統領選以降でビットコインの価格っていうのは急激に増加していくっていうことが、まあ、知られているんですよね。で今の状況2024年の動向を見ていった時にこんな感じで本当にね過去と全く同じような動きをしてきていました。で今ここに差し掛かったということでここから急騰しているということで、まあ、過去の値動きと全く同じような上昇曲線を描いているというふうに言っていいんじゃないかなと思います。まあ、このまんまいくとやっぱり10万ドル突破というところがかなり明確に見えてくるんじゃないかなと思いますし、まあ、もちろんトランプさんが大統領に選出されればの話ですが、年内にまあその10万ドル近くまで上昇しても全然おかしくない状況になってきたんじゃないかなと思います。特にアメリカでは盛り上がっていますね。コインベースプレミアム、これ本当に仮想通貨市場が急激に盛り上がった時に発生するんですが、要はアメリカの大手取引所コインベースでビットコインが買われすぎて、コインベースのビットコインの価格が世界1位の取引所、まあ、バイナンスのビットコインの価格を上回ると、まあ、ここにプレミアムが発生しているっていう状況のことを指すんですけども、まあ、そんな状況に今ねなってきているということなんですよね。まあ、そうなってくると今夜のビットコインの現物 ETF 市場、まあ、今夜だけではなくて明日も明後日もそうだと思うんですが、今後これまでよりも多くの流入がですね得られる可能性も十分に考えられるんじゃないかなと思います。ビットコイン最高値直前にかなり多くの流入がずっと続いていました。トランプさんが大統領に選出されればこの ETF への資金流入もこれまでにないぐらい加速していく可能性が高いんじゃないかなというふうに思っています。そんな中で重要なのがオーダーブック板の状況をいつも通り見ていきたいと思うんですが、まず売り板から見ていくと今ね7万6000ドル付近までが厚いですかね。その上もね、まあ、7万7000まで厚いですかね。はい、まあ、結構ねこの辺りバラバラしていて、まあもちろんね過去行ったこともない価格帯ですので、どこに注目点を置くかっていうのは、まあ、人それぞれで結構ばらついている。まあただ7万7000ドル、まあ、これは一応切り板として機能するわけですが、この辺までは厚いというふうに見ておいていいんじゃないかなと思います。もちろん買い板も非常に厚くなっていまして7万3000ドル付近まで厚いです。その下7万1900800、まあ、これ以前の抵抗ラインだったところですね。ここでも押し目買いを狙っている買い板が入っているんじゃないかなというふうに思っています。今のところやっぱり買い板の方が厚いっていう状況が続いています。こういった外部環境を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。トレードではメインで使っているバンテージトレーディング、今新規登録15,000、そして初回入金 120% ボーナスのキャンペーンをやっています。仮想通貨のトレードをやるならバンテージが世界最小のコストでトレードすることができます。それからバンテージに預けている資金、なんと最大年率 13% の金利がつくというところで、まあ、一応75万円以上の残高だったりとか1週間のうちに資金に応じて 0.5 ロット以上の取引を行うとか、そういった条件はあるんですけれども、これさえクリアしておけばお得に金利もつくということで、以下の概要欄に口座開設の方法動画とかも載せておりますので、ぜひ合わせてチェックをしていただければと思います。はい、じゃあまずはビットコインの4時間足から見ていきたいと思います。今のビットコインが7万4500ドル付近ということで、まあ、順調に価格を伸ばしてきていますよね。で一つ節目のまあ7万5000というところまで到達して、まあ、今のところねこれを抜けられるかどうかっていうところが短期的に意識されているのかなと思います。1時間足で切り替えるとこんな感じ、ちょっとね上への勢いっていうのは弱まってきましたよね。なのでまあここを抜ければまた一段ね続伸して8万ドルを目指しに行くっていう形になるんじゃないかなと思います。その前にちょっとじゃあ4時間足で今後このまんま一気に1本で上がっていくのかどうなのかっていうところなんですが、一旦調整かなって思ってるんですよね。まあ、トランプさん優勢っていうのがかなり報道で出ていますので、これによって価格が上がっていると、まあ、確定によって、まあ、若干上がったとしてもその後やっぱり利確売りが一旦入るんじゃないかなと、まあ、これあくまで予想ですけどね、はい、そんな感じで思ってます。で今4時間足の RSI 見ていくと、ここ最近の高値のところでトレンド転換した時の要は RSI の、まあ、最高値ですね、これがだいたいね82とか3とかなんですよ。でだいたい82、3のところで相場が転換していったっていうのがですね、ここ最近のトレンドになっていますので、まあ今はね76、もう少し上がる可能性はあるかもしれませんが、83付近まで上がればちょっと一旦調整、まあっていうことを考えると、行ったとしても7
1万5000、6000付近で一旦は調整ムードに入ってくる可能性は考えておかないといけないかなと思います。ただ次下がったところは絶好の押し目買いのチャンスになってくると思います。これだけ下もね固まっています。テクニカル的にも申し分のない底固めが形成されているということで、移動平均線の密集から拡散に向けて動き出すタイミングでの上昇ということもありますので、まだまだ強さっていうのはまあ続いていくだろうというふうに思っています。なので短期的な調整を繰り返しつつ、まあトランプさんが大統領になれば8万ドル、それから9万ドルっていうところまで目指して上昇していく可能性が高いというふうに思っています。イーサも今のところは2590ということで、今日は 6% ぐらい上昇ですかね。まあ、ビットコインよりも若干ね上昇幅は小さいかなと思うんですが、それでもイーサの注目度っていうのも高まっているかなと思います。一応今のところ日足の20、50、100MA を捉えようとしているということで、まあ、この辺をなんとかね抜けるまでは続伸してほしいなというふうに思っています。ここのですねレンジ相場2750をちゃんと抜けることができれば、そこから上昇トレンドが開始されるというふうに見ていいと思います。まあ、大きく下がった後のレンジ相場形成、まあ、そこからソーサーボトムのような形を作ってネックライン抜けから上がっていくっていうのが基本的なセオリーの形ですので、まあ、まずはそこに向けてですね上昇していく可能性が高いんじゃないかなと思います。その中で XRP もね若干上がって54セントなんですが、これはなかなか上に重たいですよね。でもトランプさんになれば XRP の ETF 現物 ETF も視野に入ってくるので、もっと盛り上がっていいんじゃないかなと思うんですが、まだちょっとそこまでの状況にはなっていないかなということですね。まあただ今のところ20200MA を抜けたんですよね。で上が55セント付近から抵抗ラインとして厚くなってくるんですが、まずはこの2つのですね移動平均線を抜けているということで、この辺りを味方につけることができればじりじり上がっていく可能性も出てくると、直近の相場非常にですね注目になってくるんじゃないかなと思います。ソラナは第9棟ですね、今が186ドルということで、2日前まで150ドル台でいましたので、そこから行くとものすごい上昇を見せています。やっぱりここはですね絶好の押し目買いだったということですよね。まあこれはもうあくまで結果論なんで、どうだすごいだろうという気は全くないんですけど、まあただテクニカル的にもね結構いい形で上昇したので、今後、さらにこう伸びていく可能性っていうのは高まってくるんじゃないかなと思います。これ以降ですね190ドルから200ドル付近、これが史上最高値として意識されてくるはずです。これを抜ければ未知の相場にですね移行してくるということで、まあ、そこに向けた上昇の準備ですよね。今非常にいい形で上昇していますので、まあ、11月中にこれを抜けていく可能性っていうのもかなり高いんじゃないかなと思います。それからスイがまたね最高値まで上昇してきました。今が 2.29 ということで、ここでまあ三角持ち合いを作っていたんですが、ブレイクしたところから大きく上昇、まあ、ショートスクイーズも合わせての上昇だったんでしょうね。まあ、まだ史上最高値更新しておらず、前回の高値 2.34 っていうところが今後意識されてくると思います。目先に関してはダブルトップもね意識されて一旦調整が入るかもしれませんが、多分ねある程度下がったら買われてそのネックラインブレイクしていくと思うんですよね。まあ、出来高もここ最近、まあ、過去の歴史から見ても一番増加しているっていう状況がありますので、まだまだね推移への需要というか、まあ、注目度っていうのは高まる一方なんじゃないかなと思います。それから温度トークン今が68セントということで、まだねここのラインを抜けないと上値は厳しいです。なのでテクニカル的には売ってもおかしくないっていう状況なんですが、まあ、アメリカのこの状況が状況なのでこのまま続伸する可能性は高いんでしょうね。まあ、結局今回の下落が騙しで終わるとするならば、このまま72セントを突破したパターンですね、これ突破できれば一気に行く可能性があると思います。要はテクニカル的に下がってしかりのところが下がらないってなれば、大きく上にですね力が向かれていく可能性が高まるわけですよね。はい、そういった雰囲気になるかどうかっていうところも踏まえ、しっかり目先の相場、この価格帯を注目しておくべきなんじゃないかなと思います。そしてドージーコイン今が20セント回復、一時21セント付近まで行きましたね。そこから若干調整なんですが、これはもう文句なしということで、まあ、イーロンマスクさんが相当ね表立ってトランプさんをサポートしていますので、まあ、そのあたりの期待感からも買われているんじゃないかなと思います。これはどこまでいくか、まあ直近高値が21セントなんで、まあ一旦ここで調整ムードになるんじゃないかなと思うんですよね。はい、RSI もね若干ダイバージェンス気味になっています。もちろんここからね勢いよくブレイクしていけばこの RSI も全く意味なくなるんですけど、今の状況だと一旦この辺りで調整っていうのを考えておかないといけないかなと思います。それからアプトス今が 9.3 ドルということで、これも綺麗な上昇反発を見せました。今日で 10% 上昇、まあ、このままいくと10ドルから 10.8 ドル付近のこの抵抗ラインですよね、ここまで行く可能性はあるかなと。ここでちょっと若干揉み合った後移動平均線が追いついてきて最終的にブレイク、まあ、そんな相場になる可能性が高いんじゃないかなと思います。それからチェーンリンクも今が 11.8 ドルということで、移動平均線を20、50、100抜けてきました。ここのままいくと上の 12.8 ドル付近までは行きそうですよ。
よね。まあ、そこで若干調整されて最終的にはブレイクしていくと。ユニスワップは今日 26% ですよ。これがねついに吹いてくれたということで、まあ、長かったなと思うんですが、今回のユニスワップに関しては20、50、100、200全ての移動平均線を抜けています。しかもここの 7.6 から 8.2 ドルの重要な抵抗ラインもブレイクしました。なのでここから戻ってきた相場は絶好の買いのチャンスになってくるかなと思います。激しい値動きになるので初心者の方はねもう手を出さなくていいんじゃないかなと思うんですが、一旦下がってきて底固めをするようなフェーズになれば、ちょこちょことですねデイトレ的にも買っていっても面白いんじゃないかなというふうに思っています。最後ドル円なんですが、今が 154.2 ということで、テクニカルのセオリー通りドル高の状況となりました。もちろんそれは結果論なんですけれども、このままいくと、まあ、次の抵抗ライン、次が 155.1 円付近が意識されてくると思いますので、そこまでは続伸する可能性が高いと。ちょっとこの辺乱高下しそうですよね。ここまで急激に円安が進むと為替介入を匂わすような発言があったりする可能性もありますので、ここから155円付近からの値動きはかなり荒くなってくる可能性が高いと。これ抜ければ一気にドル高進むと思います。まあ、トランプさんになればですねドル高になるだろうというふうな予想もかなりね、見られていますので、抜ければ本当に160円台を目指して上昇していく可能性もあるんじゃないかなというふうに思っています。ということで今日は速報ということで今の状況をざっくっとですね見てきました。本格的に今日の夜とか明日の朝にかけて正確に当確の情報が出たりとかするかもしれません。はい、そこによって大きなねボラティティになる可能性もありますので、それから最悪のシナリオとしてはここからハリスさんがまくってくる可能性っていうのもまだね何があるかわからないので、まあ、気分が高揚している僕もねその通りなんですけれども、一旦ここは冷静になって、どういうふうに今後戦略を立てていかないといけないか、そして最悪のシナリオが起こった時にどう自分は立ち回るか、そこのイメージまでしておいた方が絶対ですね成績は安定すると思いますので、少し意識してみていただければなというふうに思います。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。